はい、えー。皆さん、こんにちは。鈴木森生チャンネルへようこそ。えー、このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています。えー、今回のテーマは、脳梗塞の治療についてです、えー。最初に脳梗塞とその病気について説明し、えー、脳梗塞の病態について説明します。 えー、そして脳梗塞の急性期の治療とその中で脳梗塞の脳浮腫対策について説明します、えー、それから脳梗塞の慢性期の治療について説明します、えー、記憶に残る復習の仕方、早期して保存について説明し最後に脳梗塞の治療に関する国家試験過去問題の解説をします、えー、脳梗塞とは脳の血管が詰まることによってその先の脳細胞に血流が行き渡らなくなり 酸素や栄養分を送ることができず脳に障害が生じる病態のことを言います。これを医学用語でね説明すると脳の動脈が何らかの理由で閉塞しその閉塞した先が虚血になって脳の組織が壊死する疾患ですよということになりますね。そして病形は3つに分けることができます。 まず一つはです、ね、脳の太い動脈に熟状動脈硬化、別名アトローム動脈硬化が起きて、そこに血栓が形成して、動脈が閉塞する、太い動脈に閉塞する、アトローム血栓性脳梗塞です。その太い動脈よりも,もっと細い動脈に最小動脈硬化が起きて、その部分が閉塞するのが楽な梗塞になります。 それから、えー、動脈硬化は関係なくてです、ねえー、心臓に病気、えー、心房細動という不整脈があってその結果心房内に血栓を形成しその血栓が心臓から流出して脳の動脈に詰、えー、まるつまり脳の動脈に血栓側栓症が起き,起きる、まあ、心源性脳側栓症というタイプの脳梗塞があるわけです。 さあ、これらのですね、脳梗塞が起きたら、どんな病態になるかというとですね、まず、重症だった場合ですね、これ、意識障害が起きます。そして、楽、ま、な、あ、梗塞では起きにくいですけれども、アテローム血栓性脳梗塞や、心原性脳塞栓症による脳梗塞の場合には、重症であればあるほど、急性頭蓋内圧更新が起きて、そして、それがさらに重症であれば、脳ヘルニアを起こすということになりますね。 それから脳の表面が圧迫されることによって脳工事機能障害の失語や失忍失効が起きますしえ大脳皮質運動やとそこ,からそこから出る運動神経が障害されれば運動障害え大脳皮質体制感覚やの障害やそこに入ってくるえ感覚神経の障害で感覚障害が起きるということになりますそしてこの図を見ていただければ分かるようにですね脳梗塞の診断は時間との 戦いで、えー、時間が経てば経つほど高速層つまり壊死層が大きくなってしまうわけですよね。ですから治療の遅れはとても命に関わってしまいますので、えー、脳梗塞を疑うような状態には、ま、ではですね救急車を呼ぶことをためらってはいけないわけです、えー。なぜかというと脳梗塞の急性期はですね重症であるほど 意障害や,、まあ、頭やつ更新症状が早くく出現してくるわけですねですから医療従事者としてはこの意識レベルや頭蓋圧更新症状を観察するということは非常に重要になってきますさあそれではですねまず脳梗塞の急性期の治療なんですけれどもまず患者さんまたは患者さんのご家族からですね発症時刻を確認する必要がありますねで病院で診断された時刻がですねまだ発症時刻から 4時間半以内であれば、血栓溶解療法の適用になるわけです。この血栓溶解療法は、血栓溶解薬、えー、組織プラ,スプラスミノーゲンアクチベーターという薬を投与してですね、えー、閉塞している動脈の血流の再開通を試みるということになります。まあ、どうして4時間半なのかというと、この血栓溶解療法は発症後4時間半を過ぎてしまうと、 今度はその治療をすることによって頭蓋内出血を起こす危険性が高くなってしまいます。ですから、もう、ね、診断された時刻がもう回、発症後4時間半を過ぎていた場合にはですね、アトリウム血栓性脳梗塞や、ラクナ梗塞であった場合には、抗血小板療法に、脳塞栓症だった場合には、ヘパリンを投与する、抗凝固薬を投与する治療にまあ変更していくということになります。 えー、この脳梗塞急性期のです、ね、脳浮腫対策、ねえー、ラクナ梗塞は、まあ、あまり起こしませんけれども、残りの2つはです、ねえー、やはり脳浮腫を起こしてきますので、この脳浮腫対策を行って頭蓋内圧を低下させることが必要になります。その方法として4つ理解して覚えていきましょう。1つ目がです、ね、浸透圧尿薬ですよね。 高腸グリセリンを投与すると血管内の浸透圧が高くなって血液量が増えます。それが、えー、腎臓に流れて尿となって出ていく。でその結果、まあ、脳の負腫は起こらないということになりますよね。1つ目が浸透圧離入薬を使うということです。2つ目がです、ね、水分水筒を負にするということですね。これはもう出ていく水分量の方を多くする。ね、入るものはなるべく少なくする。 ことによって水分水筒はふに傾けることができます。えー、そして脳腐腫が軽減されるわけですよね。で次に今度は患者さんの体位ですよね。頭部挙上セミファーライを取らせます。えー、すると心臓に帰ってくる血液量、静脈管流量が増加することになりますので、えー、脳腐腫が軽減するということになります。それから今度は低体温療法ですよね。えー、患者さんの体を冷却するということは患者さんの 体温が下がりますので、えー、代謝が低下するということになりますよねつまり細胞の中で酸素を使う酸素消費量が減るわけですから、ね、その分ですね、えー、脳に必要な酸素の量が減って壊、えー、シの進行を防ぐことにもなる、ね、それから、まあえー、脳不臭も改善するということになります、えー 次に今度は脳梗塞の慢性期の治療なんですけどもその基本的な柱はです、ね、この3つです。1つは再発を予防すること、えー、基礎疾患を治療することそしてリハビリテーションこの3つを覚えましょう。まず再発予防としてはもともとがですね、えー、血栓症であった場合には抗血小板薬、ね、ア,スアスピリンをご存じかと思いますけどもそういったものを投与することになります。 それから心房細動から来るね、心原性脳側栓による脳梗塞の場合、側栓症に対してですね抗凝固薬で、ワルファリンなどを投与することになりますよね。それからですね、もう一つ再発予防としてはです、ね、脱水、患者さんが脱水になってしまうと、これ血液予固系が更新してしまって、血栓ができて。 でできやすすくなってしまうわけねそしてそれが脳梗塞を引き起こすということになるので、まあ、特に高齢者の場合にはですね、まあ、こ,ばこまめに水分を取らせるっていうことも大切になってきますさあ2つ目今度は基礎疾患を治療するということですけれども、えー、ラクナ梗塞にしてもアトリウム血栓性、えーね、脳梗塞にしてもですねこれはもう生活習慣病ですから、えー ね、高血圧、肥満、糖尿病、脂質異常症、そういったものが基礎疾患にあるわけですよね。で特に高血圧は心房細動の原因にもなったりします、ね。ですから、脳梗塞の患者さん、基礎疾患として高血圧がある人は非常に多いわけですけれども、えー、当然、高血圧に対してはです、ね、塩分制限などの指導を行っていくことになります。で、えっと、ラクナ拘束やあアトロムケ先生、えー、脳梗塞は、 動脈硬化症が原因ですから、先ほども言ったように、動脈硬化症には生活習慣病という基礎疾患がありますから、これの生活指導もしていかなければいけませんし、具体的に肥満糖尿病脂質上昇、それから高血圧がある場合には、そういった病気を治療していくということも重要になってきます。そして、脳梗塞、慢性肥の治療、最後はリハビリテーションですね。リハビリテーションは、肺葉症候群を予防することや、 日常生活動作を向上することや社会復帰を目指すといったねこの3つの目的で行われるわけです、えー、脳梗塞満席の治療に入れてしまっていますけれども実は発症早期からもうこのリハビリテーションは開始しているわけですよね特に発症早期には早期立位や早期の歩行訓練をしているわけですそしてそれ以降必要になってくるものは接触や嚥下の訓練であるとか それからセルフケアの訓練が必要になります。えー、リハビリテーションはです、ねえー、の目的は、機能改善や残存機能を活用することにあります。つまり、えー、脳梗塞になってしまうと、すべてが元通りというわけには当然いかないわけですよね。脳が愛視しているわけですから。ですから、本人、それからご家族にはです、ね、この残存機能がどれだけあるか。 といったようなことについてもですね、これ理解してもらうということが、えー、とても重要になってきます。またそれからですね、これは脳梗塞だけじゃなくて脳出血も含めていわゆる脳卒中になった場合にはやはり患者さんはもう元には戻らないということがわかるとこれは当然落ち込みますよね。ですから精神的にうつ状態にもなったりするわけです。でなので精神状態の管理も必要であるということも覚えておきましょう。 国家試験には確実に合格する学習方法があって、このチャンネルではラーニングするディスカッションの頭文字を取った LTD ですよと教えています。国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていることをあなたも知っていれば確実に合格しますよということです。LTD をすればそのような状態になるので、絶対に合格します。LTD は記憶の三原則の記名保存、早期にも適していて、学習効率がとても良いので、 LTD を知りたいですという方は、学習方法の回をご覧になってください。それでは今回の復習をしましょう。SNS で今回学んだことを発信すると、それは早期の訓練なので、記憶に保存されて忘れません。Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など、何でも構いません。あなたの学びでクラスメートも、あ、そういうことか、と理解することができて、とても喜んでくれます。その時には、ハッシュタグ鈴木森生チャンネル、ハッシュタグ脳梗速の治療とつけてください。お願いします。 最初に、えー、脳梗塞の急性期の治療を説明して、特に脳梗塞の脳不死対策を説明してください。そして脳梗塞の慢性期の治療を説明してみましょう。えー、過去の国家試験問題ですね。えー、頭蓋内圧更新を助長するのはどれかということで、答えは1番の便秘になります。この便秘になると腹圧をかけますから、頭蓋内圧は更新してしまうんですよね。さあ、残りの2番、3番、4番はですね、 えー逆に、えーね、脳負腫対策、ね。えー、頭蓋のやつ更新を低下させる方に働きますよね。まず酸素を投与する。ね、そうすると血中酸素濃度が上昇して、えーね、脳血流が低下するんですね。脳血流が低下すると頭蓋熱が下,下がりますよね。3番、えー、浸透尿薬、ね。これを使うと脳負腫が改善しますから頭蓋のやつが低下しますね。えー、4番、ファーライ ね、これもお、ねえー、頭が高いですから脳負腫が、ね、改善して頭蓋のやつが下がるということになりますね。えー、状況設定問題です。A さん65歳男性会社員は午後2時会議の最中に、えー、急に発語しづらくなり、右浄化脂に、えー、力が入らなくなったため同僚に連れられて救急外来を受診した。起、え、用、ー、歴にときすべきことはない。LINE 時ジ,ジャパンコーマスケール1-3。 動向径は両側2ミリ、呼吸数18回毎分、脈拍60から80回毎分、不正で、血圧176の100ミリメートル水銀中、右腸下肢に麻痺がある、えー。午後4時、A さんの頭部 CT の所見で特に異常は認められなかったら、MRI の所見では左側というの性の病変が認められた、えー。この後の治療でまず検討されるのはどれかという問題ですよね。 さあ,あ、1番、血流の再開ですけれども、えーね、2時に、ね、発症して、まあ、4時に、ね、診断がついているようですよね。ということは、まだ発症後2時間以内なので、やはりこれは血栓溶解療法を行って、血流を再開するということを検討することになるでしょう。2番の脳不腫の予防、これ、とっても大切ですよね。でも、まず最初に検討されるのはどれかと言われたら、えー 血清溶解療法になって、まあ、同時にこの2番も行っていくということになりますよね。えー、出血性素因を思わせる文章はなかったですよね。えー、脳血管蓮縮はですね、くも膜下出血でね、えー、1週間ぐらいして起こってくる合併症ですよね。A さんは、診減性の脳梗塞と診断され、入院後に治療が開始された。入院後5日、意識レベルがジャパンコーマスケリンの30万円低下した。東部 CT で出血性 脳梗と脳不死とが認められる。る機関内相関、人工呼吸器管理を行い、マニトールを投与してしばらく経過を見ることになった。この時点の看護で適切なのはどれか2つ選べという問題ですね。さあ、1番、電気毛布で保温するのが良いでしょうか。ね、えー、ねこれあのまた脳梗塞の後に、えーねえー 出血性脳梗塞を、ね、合併してしまってるわけですけれどもいずれにしても、ね、脳を守る脳不死を起こさないようにするためには温めてはいけないわけですね冷却して代謝量酸素消費量を低下させることが大切になります、はい、2番どう不動脳も観察する、まあ、今回の、ね、治療のテーマとは違いますけどもやはり急性期にはですね こう頭蓋圧亢進症状、ね、それによる脳ヘルニア兆候がないかどうかという,う確認することは大切ですね。はい、水分水筒を性のバランスに管理してはいけないですよね。脳不腫を進行させないためにはです、ね、負のバランスにして出て行動を多くしなければいけません。4番、屈伸現象、これは血圧が高くなっても除脈であるという、ね、やはりこれも頭蓋圧甲子脳ヘルニアの兆候ですから、これを観察することはとても大切になります。 はい、ベッドを水平にして安静を維持するよりは、ですね頭蓋内容上昇予防のために、頭部経路、えー、居城、セミファーライを取らせることが大切です A さん、72歳男性、妻と2人暮らし、朝6時に妻が一緒に寝ていた A さんの様子がおかしいことに気づき、救急車を呼んだ。 A さんは病院に搬送された。病院到着時、ジャパンコーマースケール2の0右肩麻痺及び失語が見られる。A さんのバイタルサインは体温37度、呼吸数20回毎分、心拍数110回毎分、血圧150の90メートル水銀中、身長160センチ、体重60キロ。頭部 CT で明らかに異常症権はなく、えー、頭部 MRI を行う予定である。 妻から聴取した A さんに関する以下の情報のうち治療方針を決定するために最も重要な情報はどれか15年前から禁煙していた2最近眠りが浅いと言っていた3今朝5時にトイレから戻ってきた4健康診査を2年間受診していなかったやはり、えーね、治療する側としてはですね発症後の時間によって、えー ね、血栓溶解療法の適用になるかどうかということになりますそうすると3時にはネ、ね、ット入れから戻ってきたということは発症してないわけですからこの情報が一番重要になりますよね脳卒中は発症時間が時刻が重要になって脳梗塞になる特に、ね、血栓溶解療法の適用かどうかが分かるわけです A さんは左中大脳動脈瘤器の脳梗塞と診断され組織プラ,ス、えー、プラスミノーゲンアクチュベーターによる血栓溶解療法が行われた 入院から2日後、右肩麻痺は残存しているもののジャパンコーマースケール1のサイズと改善が見られた。多色種カンファレンスで経口栄養を検討したが、言語聴覚士による評価では A さんは誤演のリスクが高いと判断され、KB 間による経管栄養を行うこととなった。A さんに行う経管栄養法について適切なのはどれか。1、白頭から開始す出。まあ、白頭っていうのはですね、えー、栄養剤を注入した後に、ね、そのチューブが詰まらないようにね、通す のために行うものなので、これは関係がないですね。2番、開始前に残差を確認する。これはもう、管、えー、栄養をやったらですね、そのチューブがちゃんと胃の中に入っているのかどうかというね、遺憾を挿入したら、まずこれは絶対どれでも確認しなきゃいけないので、まあ、これが正しいということになりますね。3番、警備移管挿入中は演芸訓練を中止しなければいけないでしょうか。そんなことはないですね。演芸訓練可能なのですし、 ね、そのうち経口、えーね、栄養を、ね、あの始める時期が来るわけですから、まあ、今後のためにこれも絶対必要になるでしょう。4番、1日の目標摂取エネルギー量2200キロカロリー,、えー、72歳で入院中の患者さんにはです、ね、これもすごく多すぎますよね。やはり、ね、生活習慣病を改善しなければいけないことを考えると、これも多すぎるということになるわけです。 国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったらぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。